ちゃん。こんにちは、はい、末高さん、はい、先日12球団監督会議が開かれまして、まあ、いろんな監督会議もさ、はい、変わったな。お、変わったという。だってヘッドコーチとか、はい、2軍の監督とかも出席するようになったね。はい、昔は昔はもう12球団の監督だけっていうようなそういうスタイルだったけども、だからこの前片岡ヘッドが来てたんだよ。はい、なんで東京に来たのかなってあ、そういうことやったんやと思って。あ、片岡さんも出られたんですね。まあそうだよな。なのでもう PL 祭りだったっていう話だけどなあの桑谷二軍監督も出てらしたので、ね、そう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 、まあ今江、はい、松井和夫、まあ立浪監督、片岡ヘッド、はい、あと平石さんもそうですよね。そうで、はい、大村、ほー、三郎さん、三郎、はい、そうかもうで、もう PL 祭りだったっていう。OB会じゃないですか。まずもう今井なんか一番こう今井監督なんか下だからもう挨拶から始まったっていうね。大変ですね。もう審判に挨拶いらんって言ってんのにな、もう先輩もええやろみたいな。そうです、そうです、そうです、挨拶から始まった、ね、その話もどこかで動画で撮りたいんですが、やっぱり注目されてるのが、はい、まあ、新庄監督、日本ハムの、はいはい、まあ、あの去年とかも出られて、はい、もういろんなことを去年言いまして、まあそうだね、セパシャフル案とか、うんうん、あとは世界一夢の対決とか、はいはい、で去年は無視されたっていうのを言っちゃっていて、はいはい、ただ今年もやっぱりその新庄監督らしいプランを引っ提げて会議に出席されました、はい、今回はですね、交流戦の春と秋の2部制を提案ということで、これどういうことかというと、今5月春に交流戦ってそこだけで行われているものを、それを秋にもやろうじゃないかと、はいはい、でやっぱり交流戦というのは動員観客数もすごく多いと。まあそうだろうね、はい、まあ、新鮮味があるもんね。そうですよね。あんまり見ないっていう球団が、はい、そうです、そうです、対戦するんで、はい、まあ、それはそれなりに面白いよね、はいはい、プラス秋に行うことによって、うん、まあ、上位のチーム、優勝争いしているチームには申し訳ないけれども、下位チームは消化試合だと、そういうところで交流戦をやるとさらに盛り上がると。でも上位のチームに申し訳ないって言ってるんだったら分かるんですよね。それはないよないないない、まあ、ないけど、はい、俺は新庄監督が提案していくっていうのはすごくいいことだと思うよ。お、うん、これはやっぱ今の現状でいいかっていうと、やっぱり何かこう変えていってファンを引きつけるものがあればっていうふうに考えるとね、はい、まあ、新庄監督がこう提案したことっていうのは、はい、まあ、別に悪くはないよね。でも現実的ではない。ではない。これはなぜかというと、やっぱ秋にはさ、やっぱマジックが出たりだとか、うん、優勝争いしてるチームあるわけじゃん、はい、で A クラスを死守するとかさ、うん、まあ、そういった時にやっぱそこに集中したいっていうのもあるし、ファンもそこを見たいっていう、直接対決とか、うん、どういうそこら辺で駆け引きが、ね、ローテーション的に生まれるとか、はい、だからちょっと現実的ではないけども、案とすれば、まあ、例えばその消化ゲームに入ってるね、チームを救済するっていう、はい、まあ、気持ちは分かるよね。そうですね、うん、で一応その試合数を倍にと、交流戦を前半と後半に分けてほしい、そして試合数を倍に増やす、この試合数っていうのはその143試合を倍ではなくて、交流戦を単純に倍にってことですよね。シーズン倍にしたら大変なことになるよ。大変ですよね。給料倍になるよお前。ですよね。今のもらってる。で、あの1年中やることになってしまいます。まあまあそうだね。じゃあ、じゃあ、まあ、ただね、交流戦ってさ、やっぱこう中止になったりとかすると、やっぱ日程的に後ろを取っとかないと、うん、はい、やっぱそこに組み込めなくなるんだよね、うん、で移動のこととかもいろいろ考えると、うん、やっぱ日程的にすごく範囲を広げて取っとかなきゃいけないということを考えると、やっぱもう優勝だとか、はい、クライマックスだとか、うん、まあ、そういった時に支障が出てくる可能性があるな、はい、だからそこら辺は俺はもう春にして、うん、秋っていうのは優勝争いに注目させてもらった方がファンもいいのかなっていう。特に優勝争いをしているチームにとってはそうですよね、うん、だと思うよね、うん、下位チームだけでやるって話でもないですしね、交流戦も下位チームでやる動詞でもないしな、うん、いやだから、まあでもそういう意見を提案していくっていうことが俺は一つは大事なことだと思うよ。そうですよね、うん、いろんなこう発想があって、うん、提案をしていく、まあ、会議でもそうだけどさ、何にも言わないで外で会議室を出た後にぐつぐつ言うやつがいるでしょ、はい、
まあ、これはね一番やっちゃいけないことで、でもそういう提案っていうのはやっぱこうプロ野球を盛り上げるためにはっていうことを考えてる証拠だしね、はい、だからこれはね安易にそのもう頭ごなしにダメだっていうよりも、うん、少し考える余地があるんだったら考えても面白いのかなっていうには思うけどね。逆にこれメリットとしてはどういうことが、だからまあ新庄監督が言ってるように、うん、あの観客動員が増えるという、うん、まあ、単純にそういうことだと思うけども、まあ、興行だからやっぱ増えてくれると収入も増えるというね、うん、そこにはスポンサーもついてくれることは提案なんですか、まあ、プロ野球だからつかないっていうことはないとは思うけども、うん、前半でやるのか後半でやるのかで、うん、安くは叩かれるだと思うけどねそうですよね、うん、まあ、ただそうか、やっぱりこの交流戦ってなると、まあ、数字的にもやっぱり観客動員数が増えてる、増えたっていう事実もありますし、まあ、これは現実問題そうだからね。そうですよね、うん、だからまあそれに対しての興味は持ってくれてるはずなんだけどもさ、うん、まあ、だけどやっぱりなんていうの、前期やって、まあ、優勝は後期みたいな、うん、いうよりも、うん、いっぺんにやった方がいいのかなっていうのは今現時点ではそう思うけどもね、うん、そうですよね、うん、ただこれがね、観客動員がみんな入らなくなったとか、うん、そうなってくると何かの企画を考えなきゃいけない、うん、まあ、そうなった時に交流戦というのが、うん、まあ、分かれる可能性だってあるしね。だ例えば10月じゃなくて9月の頭とか、うん、8月の終わりとか、そうだね、うん、だから一つの案として取っておくことっていうことは、うんうん、まあ、大事なことなのかなっていうのは思うけどもね。そうですね、うん、ただやっぱりね、今の段階だとやっぱり10月、秋10月ってなると本当にその優勝争いに響いてきちゃうっていう、まあそりゃそうだな、うん、それと優勝だけじゃないからね今、はい、だからやっぱこう A クラスに入るっていう、まあ、熾烈な争いもあって、まあ、そこから日本シリーズを狙うという、うん、まあ、そこで一つね、ちょっと違った環境でやらなきゃいけないっていうのは、まあ、リスクが大きいかなっていうのは思うけどもね。あとはシーズン中の雨で中止になった分が必ずその予備日として10月の中旬、上旬、下旬に組み込まれていくので、まあ、まあ そうだな、そこで何か例えば交流戦とかになってしまうと、うん、もう日程が本当ね、大変なことになってしまう。いや、まあ、日程調整も大変だしさ、うん、まあ、ドームも持ってるね球団は、あ、そうですね、まあ、そこら辺はね、うん、もう全くそういう心配がないわけだから、うん、だから、まあ、そういう発想にもなるのかなとは思うけども、うん、やっぱこっちでも中止、こっちでも中止になってくるとさ、はい、今度はあっち行くの、こっち行くのみたいな、まあ、そういう風になるよりは、まあ、優勝争いをして熾烈な争いをしている時にやっぱそこに集中はさせてあげたいっていうことはあるね。特にそうですね、やっぱり優勝争い、うん、A クラス入りをかけてるチームっていうのは、まあ、そりゃそうだなあっち来こっち来ってこれどこだみたいな、いや、そうなったら困るでしょ。で、我々の動画でもやってる9月10月になると、例えばセリーグだったら、うん、1位と2位、1位と3位、2位と3位の直接対決でどう叩くとか、まあ、まあ そうだな、そこがやっぱりまた見どころとして面白くなってくるんですよね、うん、まあ、ここは無視するとかな、そうそうそう、そうなんですよ、やっぱ勝てるところに全力を持って勝ちに行くとかさ。で、下位のチームは今度個人の成績に走るので、いいピッチャーとか最多勝を取らせてあげたいピッチャーをなるべく多く登板させるとか、まあ、なあ、そこを上位に当ててくる、まあ、いろいろね、うん、その形態によって考え方は変わってくるからさ、まあ、それは結構な難しい問題ではあるけどね、はい、やっぱ新庄監督ってやっぱ発想的には面白いね。面白いですよね。確かにこれもしかすると5年後10年後に本当に二部制になってる可能性もゼロではないですね。だからもう取っとくことだよ、うん、やっぱそういう案っていうのはね、必ずそのいろんな意見が出てきたと思うけども監督会議で、うん、でもその中でまあ、記事にもならないような意見を言った人もいるかもわからないけども、うん、まあ、そういうものはもう取っておいて、うん、まあ、あの時にああいう人が言ってたなみたいな、うん、こういうことになる可能性もあるからね。そうですよね、うん、だから一概にその頭ごなしに反対ではないけど、今の現状のスタイルを考えると現実問題からするとちょっと厳しいのかなっていうのは思うけどもね。そうですね、うん、あと今回のこの12球団監督会議で上がったかどうかちょっとわからないんですけれども、例えばオールスターのあり方もやっぱり言われていて、今2試合
じゃないですか、うん、で本場のメジャーリーグって1試合なので、例えば1試合にしてもいいんじゃないか、まあ、もう交流戦で見ているからとか、そういうのってファンの間では必ず毎年言われるんですけど、そこら辺ってやっぱ、まあ、でも球場の開催、まあでもね、30年に1回しか来ない地元にオールスターなんだよね、メジャーリーグ、メジャーリーグ、はい、なあ2試合やったらもう2年に1回ぐらい来るんじゃないかみたいな。まあ3年に1回は来るんじゃないかみたいな。そう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 、だからそんな感じになっちゃうから、うん、そう、重きを持たすにはやっぱり1試合、うんうん、ガチのね、だから12年に1回干支じゃないけども、はい、こう回ってくるみたいな、うん、でもね、そこにはやっぱりいろいろ裏があるんだよ。ですよね、ですよね、やっぱその資金という意味で、うん、やっぱプールしないと国際試合に回せないとかさ、うん、いろんなやっぱ問題を抱えてんだよ ね、 ね、ビジネスですもんね。ビジネスだから、それはもうしょうがない時はしょうがないことがあるわけよ、はいはい、あとは例えば選出方法もやっぱりちょっとどうしてこの選手が選ばれるんだろうとか、まあでもファン投票なので結局投票数が多い選手が行くっていうのはいいことなんですけど、まあいいことだけど、ファンを多く持ってるチームの方が有利は有利だよね、はい、でもそれを超えてファン投票になったら、うん、それはそれで嬉しいけどね。あ、まあそうですよね、うん、すごく名誉なことでもありますね。あとは例えば事態の問題とか、まあそうだな、まあ、そういうことが監督会議で話されたかどうかわからないけどもね。そうですね、まあ、だけど、まあ、そこら辺も、まあ、でもね、やっぱ時代とともにいろんなものがやっぱこう変わっていって、うん、はい、まあ、もう少しスマートになった方がいいね、うん、あ、シンプルにっていうこと、分かりやすい方がいいよな、うんうん、それはあります、ね、なんで2試合なんだって理由述べよって言ったら、お金のことはなかなか言えないと思うよ。いやいや、楽しんでもらうためとか、まあそういうことにはなるのかもわからないけども。そうですよね、うん、またね、まあ、そうだな、まあ、だけど、まあ、いろんなルールとか、はい、いろんな改正っていうのは現状のままだと、うん、やっぱみんな同じことばっかりだと飽きてくるじゃない、はい、だから、まあ、そこら辺はなんかいろんな変化があってもね、うん、まあいいのかもわからないね。そうですよね、まあ、今回は日本ハムの新庄監督の交流戦、秋と春の二部戦についてちょっと取り上げたんですけれども、はい、うん、今回の会議でさまざまなことが議案に上がりました。いや面白いな岡田監督、こんなことかこんなこと会議してんのみたいな、そうそう、とかもちろん30秒ルールのこともそうですし、いろいろ出てきたので、あのこの動画では、はい、宇多川さんの動画ではまた追ってそういった動画も出していこうと、まあそうだね、はい、思います、はい。